NHK が大現状、ワクチンで。NHK の広島放送局が、新型コロナルスのワクチン接種後の抗体価について、半数が全体の中央値を下回ったと報道し、現在、批判が殺到しております。この記事は、すでに削除されておりますが、まあ、この中央値は、データ、まあ、数値を並べた際に、中央に来る値となっており、まあ、その、 値に対して、半、まあ、数が下回るか上回らないとおかしいものでございますが、まあ、さらに NHK は26日に放送された「チコちゃんに叱られる」において、宇宙ステーションの無重力状態に関し、いい加減な放送を行ったとして批判が出ておりますが、この NHK の予算、現状、民放も含めても、 最大規模となっておりまして、NHK には、まあ、こういったずさんな報道、放送に関して、まあ、しっかりと検証を行っていただき、まあ、当然、訂正報道も行っていただいて、しっかりと真実、事実のみを放送していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。